とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日は久しぶりに、モッド入れてます。タワーボスラッシュですね。今シーズンなんかね、難しいような気がする、ボスラッシュだったら。どうだろう。まあ、普通に、通常でクリアすると、15分ぐらいでいけるんだけども、いや、ちょっと待て。いや、これは絶対きついぞ。ちょっと待て。待て待て、おーし、ナイスナイス。落とそう。あー、いや、これもう落とさないと勝てないかもよ。ちょっとこれはマジでつらいな。ちょっと待て、どこにいんの本体は。お前だな。分かってる。よしよし、オッケー、いける。バカ野郎、もうオッケー。2体か。2体来るのはちょっときついぞ。まあこれでいこう。でこんな感じで。どうだ、ここは。なんかね、ガストがね、奥に出てきそうな。あ、違う。昔のなんかすっげえ地獄だった時があるんだけど、それよりはマシかな。ああ、まあまあ、それにしてもきついけどね。あ、もう、まあ、とりあえずエンダーマンまず倒そう。まずはエンダーマン。よっしゃ、オッケー。もう、よし、オッケー。え、あ、エンダーセントじゃなくてエンダーマンが2体か。エンダーマンが2体なのね。ならば、あ、まだ余裕だわ。エンダーセント2体、あの、エンダーセントがいるんだったらちょっときつかったけども、うん、エンダーマン2体ならいける。はい、ラスト。最後一発。終わり。え、どんどん行きましょう。ここはもうもちろんコグじゃないとね。これ2体ずつっていうのがきついな。おーい、こいつはきついぜ。あぶね。ちょっと待って、そこに砲台がいるっていうことでものすごく嫌。よし、 OK、いけた。ちょっ、いや、これきついぞ。ちょっと、あ、ちょっと、これ矢を使っていかないと無理だ。勝てん。おしおし、あの、残り6発かよ。できれば後々のために取っておきたいのよ。よし、オッケー、オッケー。次16発になるのね。これ矢が結構重要だぞ。ドラは絶対いる。で、ここはネクロマンサーか。何が出る。おーいって、あぶね、あぶな。で、エンダーマンね。よし、あー、待て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 、爆発するんじゃねえの。オッケー、倒せる倒せる。ドラ使っていこう。しゃ、終わり。まあまあまあ、まだいける。この感じでクリアはしたい。いやー、でもね、の、伸びとかさ、ガスト結構きついよ。もう、あの、雪玉がほぼ意味ないからね。これかなー。これでいきます。意味あるボスはいるよ。意味のあるボスはいるんだけども、
あーはいはい、エンダーセントね。オッケー。まずはエンダーセントから倒そう。オッケー。もうそんなに出てくんなって。よし、ものすごい鬱陶しい雑魚が。ちょっと待って、エンダーセントなんでそっちに。あ、もうマジかよ。よし、すっごいやりづらい、ものすごいやりづらい。で、できれば矢は使いたくない、まだ。よし、オッケー。あとエンダーセントだけ。雑魚をこの後召喚するのがね嫌だよね。あ、まあ、一応回復しとけ。もうリーチ長えって。よし、よっしゃ、はい、5回クリア。次、まあね、火力は上げないとね。火力上げんとどうしても倒せなくなるので、いきます。いけるかな。なんだ、おい、よしよしよし、オッケーオッケー。ちゃんと重なるところで戦えばオッケー。うん、いける、いけるね。しかし HP たっけえな。まだ6回でしょ、6回でこの HP なかなか厳しい。いや、全然減らせないじゃん。ドラ使ってやっとっていう感じ。これ攻撃力も絶対あるからね。よし、まあドラが回復する前には倒せないね。こりゃ倒せないわ。あ、倒せた。いや、厳しい。あ、で次商人ね。これはもう亀を取ってポーションバリア入れた方がいいな。うん、火力は上がらないけども耐久力はこっちの方が上なので、今回はちょっと亀でいきましょう。ポーションバリアね。んで、そうね、いや、これ防具だな、絶対防具上げないと耐えれないよね。 OK、 じゃあ次行きましょう。まだそうか、次か、ボスは次なんだな。あ、ならポーションバリア2までは入れれる。なんかエンダーマン多いね今回。ちょっと待て、伸びやめろよ。いや、出ていいけどさ、もうちょっとこう落ちる場所にいてくれないかい。よし、ああ、もっこいつ、ああ、オッケー、なんとかバリアが復活する前に倒せた。よし、じゃああとはエンダーマンね。はい、おいで。もう速攻倒そう。速攻は倒せない。いや、厳しいって。ちょっと待て。火力高え。危な。エンダーマンこんな強いんかい。火力高すぎやろ。い
や、もう俺の攻撃力が全然ないのよ。あぶねえ。まあまあまあ、危なくなったらもう矢を使うしかないんだけども、その矢がねねえんだわなあ。いやいやいや、ソウルがまずたまらないから、こっち絶対こっち。あ、ちょっと待って、これでいく。ナイス、いいね、行きましょう。あぶね、オッケー、オッケー、倒したで、矢が出た、ナイス、ナイスすぎる。あぶねぞ、よし、オッケー、いいダメージ、9回クリア、よし。まあな、まあまあまあ、これでしょうね。だ、うん、だよな。キノコでしょう。で、ここ。絶対食らっちゃダメ。HP 半分減るからね。絶対食らわないようにして。何が来る？変なの来んなよ。おー、行っても、よしよし、いや、もうもうもう、あっぶね、よし、とりあえずこいつさえ倒せばなんとかなる。あぶな、もう火力全然足らん。よし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 、ちょっと、いや、矢を使うのはちょっともったいないんだ。いや、もう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 、回復せんと無理か。早く出てきて、わ、もうポーションバリア切れたじゃん。いや、いけるいけるいける、わっぶねえ。いや、もうもうだいぶ足らんよ、耐久力も火力も足らん。ああー、よかった、こっちだ。あ、うわ、もう防具はこのままよ。虚無剣だ。うん。これにしないとダメージ入らん。で、絶対防具を上げないといけないのよ。これはもう間違いない。防具を上げないと勝てん。あー、ここはなんか最悪罠にかければ倒せそうな気はするよね。いや、これエンチャント入れたのミスったな。そうね、これだったら衝撃波だろうね。で、ポーションバリアはまあ入れる。そうな、なんか他、いやー、特にいいのないよね。行くぞ、何が来る？はいはい、分かってた。なんかここは分かってた。ここ分かってたよ。よし、オッケー。で、そっちかい。な、何？餅つきしてんの？何してんの、あいつ。オッケー、オッケー、いいよ、いいよ。あいつこそこの罠で倒したいところだけどね。倒せそうな気もするし。いやー、危ないか。いや、いけるぞ。危なそうな気はするけど、いける気もする。よし。危ねえ。その振り下ろし絶対危ないからね。いやー、いや、そっちにしか出ないのかい。待ってって。嫌な場所にいるね。なんでそっちにしかおらんので、雑魚も出すし、もうもうもう、こっち来て、こっち来てもらわないと。 OK、
まいこと勝てない。オッケー、いけ。まあ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 、そこそこ与えた。早く出てきて。もうなんでそっちに出んのよ、ふざけてんのかそれ。そっちに出るっていうやつ。よし、待って、あぶね。何が出た、全部あの足が速くなるやつか。よっしゃー、もう変なとこに出やがって。あいつ乱射、これ間違いないね。うん、これはもう間違いないよ。あー、回復入れるか、入れたがいいよね。うんうん、入れたがいいわ。パワー、ナイスパワー、ナイスパワーですよ。 OK、 行くぞ。よし、どっちに来る、こっちか。202本、おこんだけありゃいい。202本あれば多分こと足りる。よしよしよし、虚無剣もまあまあいい感じ。次で倒す。なんかちょっとぼーっとしてるねこいつ。よし、 OKPC 版はそういう感じなのか。うーん、まあまあ、うん、いらないよね。でここをやっぱザコはいるのね。ザコいるんかい。ザコは別におらんでいいんだけどな。もうこれ行くまでにね、だいぶ HP 削られるからさ。もうやめろ、俺がそっちに行くまで HP 削んな。何がする、エボーカー、エボーカーと何、そこが怖いところ。よしよし、交互打ちでいけた。何、あと1体。あー、オッケー、全然オッケー。よしよしよし、ラッキーステージだったね。だいぶクリアが見えてきたよ。矢も202本、あ、201本か、十分こんだけあればいけます。はいはいはい、しかし硬いね。普通に戦おうと思うと相当辛いぞ。よし、終わり。はい、で、15、16、ああもうちょいだ。森の矢筒意外といいかなと思うんだけど、たまあまあまあ、下はもうほぼ完成してるもんな。いきます。でそうね、一応衝撃波入れるか。そうな、こんな感じでいこう。どこに出てくる、ちょっと待って、まずこっちだ、まずこっちを落とそう。よっしゃ、ナイス、狙い通りで、エボーカーも落とそう。あー、落とせなかった。よし、完璧完璧だわ、むちゃくちゃいい。うん、狙い通りになったっていうと気持ちいいね。はい、行きましょう。で16回。そうね、まあポーションマリアあるから最悪大丈夫と思うのよ。だから乱射これです。うん、何がついた、あーいいんじゃない。あー、いやでも、あー違う違う、加速の方がいいんだ、速射じゃなくて。
あ、そうか、待ってミスター、商人出す前につけないと。完璧ミスってる。あ、うわ、伸びだし、ちょっと待って、あ、危ね危ね、伸びか、まあ、まあまあまあ、これで突っ込め、頼むよ。伸びと相方は何、エンダーセン、うーわ、よしよしよっしゃ、乱射上げてよかった、乱射上げててよかった、あいった、こんやろ、出てこい、 OK、 よし、むちゃくちゃ効いたね。まあまあそりゃそうか、パワーポーションとドラが効いている状態でのマルチショットだからそりゃ効くわな。あのね、まあ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 、ダイナモをね最初に貯めてガツンとやれば確実に倒せるんだけども、いや、そうかそうか、あ、ボスはそうだわ、そうだわ、あいつだわ、うん、このボスはもう決まってんだ、そうだ、あ、ビビることないじゃん、全然なんてことないわ。あと1だから何か入れとけ、臆病、パワーポーション頼む、ナイス、おお、めちゃくちゃいい、むちゃくちゃいいぞ、いきまーす、よし、終わり、クリアです。いやー、序盤なかなか難しいからさ、いけるか分かんないと思ったけどいけたね。報酬どうだ、あー、3だったら当たり、おいおいおい、よくない。はい、ということで、タワーボスラッシュ久しぶりにやってみました。またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。